ありがとうございますでは岡崎選手、中央で他の皆さん、ご着席ください。さあということでお話を伺ってまいりましょう、まずは元気よくおはようございます。おははよううございいますはいもう先ほど、えー、ウェルカムキャンペーンの時から温かい声援はひしひしと感じられているかと思いますけれども、皆さんの声援、いかが受け止めていらっしゃいますか。ははいいいあのー、<laughs> そうです、ね、嬉しいですすね嬉し ドリーム戦も一号艇です。はい。はい、えー。ディフェンディングチャンピオンとしてこの大村に入られたわけですけれども、昨日の全傾の感触エンジンどうでしたか。いやまずまずです。うん、はい。ということは今のところ大きく気になる点はありませんか。まあプロペラの回転がまだ合ってなかったんで、えー、今日時間があるんでプロペラでとりあえず。 プロペラ叩いて一掃したいと思ってます、うん。どちらかと言えば回りすぎだったということです,かそうですね。はい。なるほど。さあ、えー、あとはやはり気をつけられるのは前節ついた F について。スタートについてはないかと思いますが、いかがですか。まあ、そうですね。うん、まあ。フライングは持ち慣れてるんで、あの、一<ら>本だったら、あんま買わないと思います。なるほど。頼もしい一言が聞けました。では、最後にファンの皆さんに改めて意気込みをお願いします。はい。そうですね。えっ、ー、と。 まあこれ終わったらすぐ直線がまた大村であるんで、えー、それにつながるような走りをできたらいいなと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。一号艇の岡崎選手でした。さあ続きましては二号艇地元の下條裕太郎選手です。おはようございます。おはようございます。さあ、はい、いよいよついにこうして地元のステージでドリームレースで皆さんの前に登場することになりましたけれども、まあ、下條選手期末に。 A1 もいよいよカウントダウンという感じになってきましたし、はい、あとはこの地元で優勝を飾れると最高ですねそうですねまあ地元で優勝できたら本当最高だと思います、はい、狙えるような足全県から手応えはありますかうん全県はそうでもなかったんですけど朝試運転した感じだと機能よりは全然良くなってると思いますそうですか、はい、かなり楽しみが持てそうですね さあ2号艇という枠になりまして、はい、レースのイメージとしては、まあ、出たとこ勝負ということになるんでしょうかそうですねまあ差し切るか、まあ、うまくれればいいと思います、はい、誰よりも大村を知っていますからスタートに関しては自信持っていけますかはい力強く一言いただきましたでは最後にファンの皆さんに一言お願いしますええー、ウェルカムキャンペーンでは、えー、岡崎さんと戻しに ちょっと隠れて、目立ってなかったですけど、レースでは目立ちますんで、応援よろしくお願いします。ぜひ楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。そして、三号艇は山田哲也選手です。おはようございます。おはようございます。ほんの最近、全然節ですかね。スタートやろう決定戦で。はい。うん、おこし、ししね、なったばっかり、ちょっと前回悔しい思いが残りました。そうですね。準優でちょっと失敗したんで。うん、その鬱憤晴らしもしたいですね。したいです。はい。 エンジンジは前回と比べて、手応えどううでしょう同じプロペラ使ってるんで、あのまあ、悪くなないいと思います。なるほど、はいえー。手応えは同じような感触にもなりそうな気配だということでしょうかね。そうですね。ということは、はい、バシバシやっぱりスタートもいけそうですかは、はい、いきたいと思います。はい、もう誰よりも早いスタートということで、皆さん、注目されていると思いますが、やはりスタートからの速攻というパターンでいきたいのか。 どうなんでしょうか。そうですね、今節は、もう、全部まくるつもりで、スタートいきます。なるほど。さあと、ということで、まあ、一つ意気込みを改めて。もう一つお願いします。えっと、前回は悔しい思いしたんで、今節は、えー、スタートをせめて、えー、まくりたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。三号艇山田選手でした。続いて、四号艇は篠崎。元志選手です。よろしくお願いします。お願いします。 えー、前節は福岡周年、お疲れ様でしたはい疲れました、えー、今回、その疲れをちゃんと振り落として、改めててやってきましたかそううですねもう気持ちは切り替えてきました、しっかり、はい、その気持ちはエンジンに伝わっているでしょうか、どうでしょうか。まあ、エンジン勝率は、まあ、波なんですけど、うんまあ、それ以上の足には仕上げたいと思ってます、はい。ということは、ある程度プロペラには自信持ってますか あの原音のあのデカ,カバーは走るの久しぶりなので<ー>ちょっとプロペラはいつもと違うやつで今節は行こうかなと思ってます、はい、さあどんな戦いになるのか楽しみなんですけれども、えー、中枠、青いカーポックということになりましてレース、イメージとしては篠崎選手コース含めてどううでしょうか、うんまあ、3号艇が鉄さんなんで、まあ、4四どド引けたらいいですね。スタートについては 昨日の感触、今朝の具合どうでしょう。いいと思いますよ。はい、あのいくつもりです。はい。はい、それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。えそうですね、えー。ちょっと総理判もかかってるんでここでなんとか優勝できるように精一杯頑張ります。ご支援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。四号艇の篠崎選手でした。続いては五号艇の宇野の志郎選手です。おはようございます。ございます。 宇野選手もすっかりこの大村の新栄戦でのドリームというのも、ね、毎回ね、そうですね、はい、調べておりまして、はい、若干振り返ると、これまで相性、大村、どうなんでしょうあーっと、エンジンは1回も出たことないんですけど、<laughs> うん、まあそれなりに着は取れるかなっていう感じで、<お>はい、今回はなんか感じ違いますかそうですね、昨日今日の感じは、まあ、これまでの大村に比べても、 最近の中でも、いい、うん、血をいい感じです。<ー>はい。さあ、えー、そうした中で、外枠での戦いは、イメージとしては、いかがでしょう。えー、もう、まくり出します。はい。はい。<laughs> スタートについて。スタートは、ちょっと、まあ、早いんですけど。うん、今日十二レースまで、時間あるんで、もっとしに、空気。 入れて、スタート行ってもらいます。なるほど。はい、乗っちゃおうかな、みたいな。そうですね。<laughs> はい。さあ、それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。えっと、今節は、あの、木が変わっていろまあ考えることも多いんですけど、精一杯走るんで応援よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。力の限り頑張っていただきたいと思います。そして、最後は6号艇、貝原祐希選手です。おはようございます。おはようございます。 え前節の鳴門は優勝おめでとうございますありがとうございます勢いそのまままありがとますありがといますありがといまごいごめいなさあい <laughs> さあ、えー、エンジンの手応えは昨日はどうでしたはそうですね悪くないと思いますはい決して悪くはない、はい、楽しみは持てそうだと思います、はいはいえー、さあ6号艇ではいもう本当にここはもう望んでいこうかなというところではないかと思いますけれども、はい、イメージとしては,はイメージ としてはそうですねあのんのさんに乗っかっていき,僕もいきたいいと思います <laughs>、えー、皆さん、うちの人、うちの人ってあ自分にお話がありましたけれども、はい、まあそれだけ、えー、エンジンベもどうでしょう、ね、皆さん、きっ抗しているような感じ気配も感じられているというところなんでしょうかねはいさあ、えー、スタートについては、えーまあ、乗っかっていくということでついていくという、はい、気持ちですか、はい、それとも自分が先行していこうという,う15近辺をはい、はい、全速で行けたらいいと思います。はい それでは、ファンの皆さんにメッセージ、意気込みをもう一言お願いしたいと思います。はい、えー、礼に絡めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、大外になるんでしょうかどうでしょうか外からの戦い注目したいと思います。さあ、ということで、えー、お送りしてまいりました、ドリームレースインタビュー。改めて、出場選手をご紹介したいと思います。1号艇は、岡崎康弘選手です。2号艇は、地元、下城雄太郎選手。3号艇、山田哲也選手。 4号艇、篠崎元選手。5号艇、海野幸志郎選手。そして6号艇は、茅原祐希選手です。では、6選手退場いたしますので、拍手でお送りください。